モーラミアインはミャンマーの都市、モン州の州都。人口は約49万人でミャンマー第3の規模を有する。以前はモールメンと呼ばれていたマルタバン湾の港湾都市。モーラミアイン近郊のガウン勢島アンダマン海のモッタマ湾に近い。タンルーイン川沿岸にあり、対岸のモッタマへはフェリーが運行している。2006年には 両都市を結ぶタンドゥーインブリッジが開通した。対岸のもったまからヤンゴンへ鉄道、道路が通じており、モーラミアインからはマレー半島を下る鉄道、道路が伸びている。門人地域における最大の都市であり、モーラミアイン大学では多くの学生が学んでいる。イギリスの文学者、ジョージ・オーウェルは一時営業インド帝国の警察官を務めており、モーラミアインが 不妊先であった。この地での植民地支配に対する彼の葛藤は、エッセイ、ゾウウつツに示されている。欠片の気候区分では、サバナ気候であり、寒気と雨気が、はっきりと分かれている気候である。特に雨気は、雨が非常に多く、6月から8月の3ヶ月間で3000ミリ以上の降水量が観測される。1900年代初頭 モーラミアインとサルインガは川口1826年第一次英明戦争の結果イギリスとコンバウン朝の間にヤンダボー条約が結ばれた。これに従い、コンバウン朝はタニンダーリ地方域とラカイン州をイギリスに割上した。割上領域は英領ビルマとなり、モーラミアインはその最初の首都になった。1852年イギリスは第二次英明戦争で、 さらにコンバウン町から領土を奪った。首都は新しく奪った都市に移った。1936年、ジョージ・オーウェルの像を打つの舞台がモーラミアインだった。イギリス植民地時代、モーラミアインには、イギリス・ミャンマー根血人が多く生まれた。1908年には、横浜の海洋サルベージ業者、松本東吉によりアバ号が引き上げられた。ありがとうございます。